新疆ウイグル自治区、新疆ウイグル自治区、新疆ウイグル自治区、新疆タただし我しか自治区は、中華人民共和国の生誕にある自治区である。1955年に設立され、主婦は、ウルムチである。民族構成は、ウイグル族のほか、漢族、カザフ族、キルギス族、モンゴル族、本来は、オイラト族であるなど様々な民族が居住する。 他民族地域であり、自治州、自治県など、様々なレベルの民族自治区画が置かれている。中華民国時代には、1912年から、新京省という行政区分が置かれていた。本来中国には、時差が設定されていないが、新京では、非公式に、北京時間、アトックプラス8より2時間遅れの新京時間、アトックプラス6が使われている。その一方で、 中国から西域と呼ばれた、この地域は中国との政治的、経済的なつながりも古くから有しており、元代と東大には中国の直接支配下に置かれた時期もあった。隋洋大大名五年、六百九年、楊弘氏が自ら隋軍を指揮して、豊翼根を征服、今の新疆南東部を実行支配し始めた。中原王朝が西域の実行支配もその時期から始めた。 東大層上岸14年、640年、東軍が高省を占領し、青州を設置した。また、河岸府都城において、庭州を設置した。同じ年、高省で安政都護府を設置。あと北へ移し、安在大都護府へ転換。東大後期、ウイグル帝国の支配下に入り、九世紀、ウイグル帝国が瓦解した後も、 ウイグル人の残存勢力による支配が続いた。13世紀、モンゴル帝国の勃興によりその支配下に組み込まれ、チャガタイとその子孫による支配が行われた。16世紀にイタリアルカンドアセ国が地域を統一したが、17世紀末ジュンガルに征服された。1755年にジュンガルにおける成長の領域は、ほぼ確実なものとなった。 1775年以降、真の純ガル征服、清純ガル戦争に伴って、その支配下に入るに至り、ムスリムの土地を意味する、ホイセジェチェン、ホイセジャソン、海峡、新しい領土を意味するイチェジェチェン、アイスジャソン、新疆などと、新朝側から呼ばれた。十九世紀には、各地で、半信反乱が、相次ぎ、ヤクブベクの乱によって、新峡の支配は崩れたが、 さそうにより再征服され、1884年に中国内地並みの小生が引かれて、新教省となった。新外革命の後、新朝の半島を引き継いだ、中華民国に属しながらも、漢民族の商主席によって、半独立的な領域支配が行われた。これに対して1933年と1944年の二度に、渡って、土着のムスリム、イスム教徒によって、 民族国家東トルキスタン共和国の建国が図られたが国境内戦で東トルキスタン共和国のセープディンエズイズイと新疆省のブルハンシャヒデラが中国共産党に基準しことでこの地域は中国人民解放軍が展開し1955年に新疆ウイグル自治区が設置された大躍進政策とその影響による基金のため中国全土で 数千万人とも言われる大規模な死者を出した。自治区の経済及び住民生活も大打撃を受けた。1962年には中国共産党による支配に絶望した国境地帯の住民7万人以上がソ連領内に逃亡した。また、1966年には自治区内に文化大革命が波及。こと文区に関しては少数民族を多く抱える。 同時地区の闘争は中国の他地域と比較してある程度は抑制されていたというが、それでも一部で行われたモスクの破壊や公衛兵同士の武装闘争によ、混乱に拍車がかかった。文化大革命が終結し、言論統制の緩和がなされた1980年代には、ウイグル族住民の中で、新疆ウイグル自治区における民族自治の拡大を求める動きが見られた。また、 国外の反トルコ主義者が独立を主張する動きも見られた。しかし、このような動きを中国政府は厳しく取り締まっている。2001年のアメリカ同時多発テロ以降、世界的な反テロ、反イスラム的な潮流が強まったことにより、当局による人権弾圧は強まっている。特に2016年に全チベット自治区統一書記のが、新疆ウイグル自治区の統一書記に着任して以降、 イスラム教徒は、メッカイの発知の際は追跡装置が装着され、新疆ウイグル自治区は顔、目、指紋、DNA、正門など、あらゆる生態認証を駆使した、完全監視社会の実験場と化していると、欧米メイヤや人権団体は報じている。中華民国は、ウイグル自治区を新疆省と呼称しており、自国領土だと主張している。新疆という呼称は、 新朝時代につけられた。新疆ウイグル自治区の面積165万キロメートルは中国の省自治区の中で最大であり、中国全土の約1、6を占める日本の約4.5倍。ただし、面積の約4分の1は砂漠が占めており、これは中国の砂漠総面積の約3分の2に相当する。総人口は約1、900万人で、 その3分の2は、漢族以外の少数民族である。章とはウルムチ。新疆ウイグル自治区は、中国の最西部に位置しており、東部から南部にかけて、それぞれ韓粛省、青海省、チベット自治区と紹介を接している。また、インド、パキスタン、アフガニスタン、タジキスタン、キルギス、カザフスタン、ロシア連邦、モンゴル国の8カ国と国境を接し、 国境線の総延長は約5 7 0 0トルに達する。国境を接する国の数は中国の行政区分で最大である。ユーラシア大陸の到達不能局に位置する。西部のカラコルム山脈は急峻な山々が峰を連ね、パキスタイ国境にある系通は海抜8 6 1 1ルに達するエベレストに次ぐ世界最高峰である。 1931年8月11日、新疆ウイグル自治区北部で M8 の地震が発生。地震研究のための貴重な資料として、当時の地震断層や地形の変化がそのままの状態で残されている。2007年4月19日、断層の保護作業が終了した。自治区内の住民は、ウイグル族、漢族のほか、カザフ族、海族、 キルギス族、オイラト族、カルムイク族、民族区分では、モンゴル族などの様々な民族で構成される。また、カザフ族、キルギス族、タジク族、ウズベク族など、隣接する、旧ソ連領中央アジア諸国と国境をまたがって、居住する民族も少なくない。自治区の北部、東部を中心に居住する漢族は、1954年に、 設立された新疆生産建設兵団を中心に、1950年代以降に入植した住民が大半を占め、急速にその数を増やしている。中国政府の公表する人口統計には、軍人の数が含まれていないことから、実際の人口比では、漢族の人口はウイグル族を上回っていると推測されている。2003年の兵団総人口は257.9万人である。 1990年時点で、新疆ウイングル自治区の総数が1499万人のうち、漢族が565万人。1995年には、総人口1661万人のうち漢族が632万人と、5年間で漢族人口は67万人に増加している。2000年には、漢族人口は約749万人となっており、 5年間で117万人も増加しており、10年間で184万人の漢族が、新疆をウイグル自治区において増加している。中国人民解放軍、中国人民武装警察部隊に所属する軍人、及び新疆生産建設兵団は含まない。中華人民共和国の成立後、新疆では1954年設立の新疆。 生産建設兵団などによって、ダム、用水路の建設、防風、防砂林の造成などが行われ、新しい工地が開拓されてきた。第一次産業としては、小麦、綿花、天才、ぶどう、ハミウリ、羊、イリウマなどが主要な生産物となっている。特にこの地域で生産される、新京麺と言われる綿は、エジプト麺、ギザ麺、スーピマ綿と並んで、 世界三大高級コットンと呼ばれ、繊維が長く光沢があり、高級品とされており、日米王に輸出され高級シャツ、高級シーツなどに利用される。また、中国史大宝石の中で最高とされる和田玉は宝丹市で産出される。このほか、石油と天然ガスなどのエネルギー資源産業をはじめ、鉄鋼、化学、機械、手織物、比較工業が発達している。 主要な工業地域として、ウルムチ、かつヘシャゲメイ、石川湖、シーホーツ、イニン、イーニン、カシュガルが挙げられる。2005年発表の政府工作報告によれば、新疆の2004年の全商生産総額、GDP は、対前年比11.4%増のに、203億人民元で、ある。また同年の外資導入額は2億米ドルとされている。 エネルギー資源の影響でウルムチは一人当たりの GDP が43,221元という内陸部の割には GDP が高く2020年には1万ドル以上は超える可能性がある。新疆は石油と天然ガスの埋蔵量が豊富でこれまでに38箇所の油田、天然ガス田が発見されている。新疆の油田としては東砂木、タリム油田、 ジュンガジ、ジュンガル油田、トコウ、トゥハ油田が三大油田とされ、ドクヤマゴ、トゥーシャンツー、ウルムチ、カツヘシャゲメイ、クラマイ、クチャ、トーサトキの五大生油工場で、原油生成も行われている。新疆の石油と天然ガスの埋蔵量は、それぞれ中国全体の埋蔵量の28%と33%を占めており、今日では油田開発が、 新疆の経済発展の中心となっている。特に西部大開発政策開始以降はパイプライン敷設や送電線建設などが活発化している。これには中国国内最大の油田であった国立交渉の大型油田の生産量が近年では減少してきたために新疆の油田の重要性が相対的に増していることも関連している。経済発展は 新京に高速道路や高速鉄道など交通網の整備をもたらし、ウルムチなどを拠点とした道路が、新京のほとんどすべての里、鎮を結び、さらには、青海省、チベット自治区、カザフスタンなどとも、道路で結ばれるまでになった。1962年には、蘭州とウルムチを結ぶ鉄道の蘭新線が開通し、 1990年には、アヘジャゲ、山口への延伸によって、カザフスタンの鉄道に接続されたことで、中国各省と中央アジアを結ぶ鉄道の大動脈が通ること、なった。また、1999年には、コルラカシュガルカンの南強支線も完成し、自治区最西端すなわち、中国最西端までの鉄道が開通した。さらには、 面積が広大なことから航空への依存度が高まり、ウルムチの空港を中心として十数の自治区内の主要地を結ぶ航空網が整備されていった。そのため、今日のウルムチ空港は、北京、上海、広州の空港とともに、中国五大空港の一つに数えられるほどの拠点空港となっている。また西アジア、アフリカ、ヨーロッパとの国際線が発着することから、 中国西北地域の玄関口としての役割を果たしている。新疆ウイグル自治区にはタクラマカン砂漠があるが近年、花北牧によって草原が荒れて砂漠化が進行している。その理由はタリム盆地周辺のオアシス人口の急激な人口増加によるとされる。漢族の急激な入植による人口増加が主な原因とされる。 タクラマカン砂漠やゴビ砂漠、中国北部内モンゴル、カ粛、寧夏、ネーカセンセイオード高原などにおける砂漠などは、黄砂の非正原でもあり、黄砂は日本を含む東アジアの広い範囲に被害を及ぼしていい。新疆ウイグル自治区では、ロプノール核実験場の付近を中心に、九百六十四年から四十六回の中国による核実験が行われており、 放射能汚染による地域住民の健康状態や農作物への被害が指摘されている。世界ウイグル会議日本、東アジア全県代表を務めるトゥール・ムハメットによると、中華人民共和国のウイグル族は、加藤市民あるいは人間以下とみなされ、市民同士はトラブルを恐れて接触したがらないという。2013年10月末には、ウイグル族家族がガソリンを積んだ自動車で、 北京の天安門に突入し自爆する事件も起こった天安門広場自動車突入時2009年にはウイグル人の暴動が発生主要国首脳会議ラクイラーサミットに参加するためにイタリアを訪問していた胡錦濤中国共産党総書記が新疆をウイグル自治区の情勢を理由にミットをキャンセルして3日後に急遽帰国するにまでに至った楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。